クリーンナップからの攻撃となります。先頭バッターは京田、投げた、初球外れたボール。第2球スクリューはボール低め、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、打ちました、セカンド正面、アウト。これでワンアウト。ドラゴンズ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面、京田第1球投げました、ボール。第2球投げました、低め、スラーブ外れてボール。カウントは2ボールノーストライク。流し打ち、どうだ、これはヒットになります。1塁ランナー3塁へ向かう、京田ツーベース。さあチャンスを広げました。ドラゴンズここをなんとか追いつきたい。ツーアウト満塁という場面で京田、今日はここまで3打数2安打。さあ次の投球、勝利投手は伊藤、敗戦投手は森、そして西武は田嶋、実況担当は堂前秀夫で名古屋ドームからお伝えしました。